タンボフは、ロシアのタンボフ州の都市で州都。モクシャー川の支流ツナ川とストゥデネツ川の合流点に、ある。モスクワからは南東へ480キロメートル。人口は293,658人で、30万を超えていた1989年当時と比べ、人口は、減少傾向にある。ナ川を渡る橋、タンボフの名は、 モルドビン書語のうちの目者語で、湿地を意味する言葉に由来する。タンボフは1636年4月17日に、ロマノフ朝最初のザーリ・ミハイル・ロマノフの直令で、要塞として設立された。要塞の建設は、ザーリの宮廷に仕えるボエボダで、経験の豊かなロマンボボルイキンにより指揮され、非常に早く完成した。元は、 クリミア半国との国境の取り出として設けられた、タンボフは、やがて、ロシアツアーリ国の拡大とともに、軍事的重要性は薄れ、代わって、ロシア帝国南部の行政及び公易の中心となった。1779年、タンボフに副王が設けられ、1781年8月16日には、エカチェリーナ2世が、町の紋章を認可した。 蜜蜂の巣の描かれた紋章は、町の住民がよく働くことを表している。1786年3月には、ロシアの大詩人で、政治家だったガブリーラ・デルジャービンが、田んぼ府県の知事に任命され、1788年12月まで、勤めた。2年余りの短い期間に、デルジャービンは、劇場、大学、ダンス学校、印刷所、新聞、 オーケストラ、レンガ工場などを開設するという結出した業績を挙げた。後に、デルジャービンの記念碑が田んぼ府に建設されている。1830年11月、これらの流行で大暴動が各地で起きた時期、田んぼ府でも市民が知事を襲う事件が起きているが、正規軍により鎮圧された。19世紀には、田んぼ府は、多くの学校や図書館、研究所が建てられ、 ロシア有数の文化、教育の中心となった。1897年にはタンボフの人口は5万人を超えていた。ロシア帝国の末期以来、タンボフではしばしば農民反乱が起きた。ロシア内戦後期の1920年から1921年にかけ、タンボフ周辺では、アレクサンドル・アントノフが率いるボリシェビキや赤軍に対する大規模な農民放棄が起きたが、 毒ガスなどを用いる赤軍により鎮圧された。第二次世界大戦の時期には、タンボフには第188収容所が作られ、アルザスやロレーヌでドイツ国防軍や武装親衛隊に強制的に編入されたフランス人たちが抑留され4000人から1万人が死亡した。丹母府の大聖堂今日の丹母府は、ロシアにおける産業、文化、軍事の一大中心である。 タンボフ美術館は、ロシアや西洋の多数の画家の作品を所蔵している。ロシア最古のドラマ劇場、二つの大学、二つの軍学校、音楽学校などもタンボフには設けられている。ありがとうございます。